こんにちは、トラスト企画の花です。みーくんです。あれちゃんです。はい、今日は、はい、みーくんが乗れない、はい、コペンの紹介です。乗れないわけじゃないんだけど、乗りにくい。乗りにくい、はい、あ、乗れないわけではないのか。はい、そうです、はい、はい。じゃあなぜこの車を買い取りしたのか、エピソードなんか聞きながら紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までチェックの方お願いします。お願いします。名前は深い、盛り上がってますか。イエーイ。はい、こちらのコペン、はい、これはどういった経緯で買い取り依頼が来たんですかね。これですね、はい、なんかすごいいっぱいパーツついてて、お、まあ、それをね評価してほしいと、はい、で、まあ、それいっぱいつけたんで、まあ、すごい希望がすごい高いんですよ。うん、いやいやコペンですからさすがにないですよと。さすがにない。そうですね、ストレートに言ったんですね。まあ、希望の半額以下ですよと。わお、うん、いうことで、はい、まあ、見に行かせてもらいました。はい、はい、まあ、そしたら意外とパーツがいいのついてまして、はい、まあ、こう例えばホイールだったり足回りだったり、はい、計算の、そうですね、あと中のシートだったり、はい、そうバケットシート、そうバケットシート純正だったりとか、うん、まあ、いろいろついてまして、はい、まあ、スピーカー、ちょっとスピーカーとかもついてたりとかするんですけど、うん、はい、はい、いい感じでいじってあって、いい感じ、うん、みーくんが言ういい感じとは、うん、こういうものがついてたりとか、そう、あとこういうね、あ、インタクーラー、あー、うん、ラジエーターか、うん、とかついてたりとか、e スポーツ、そう、なんかこれだけでなんか8万円ぐらいするとかっていう話、高いですね。あとこういう細かいとことかね、あ、うん、このなんかシュラウドというか、うん、まあ、そういうのがついてたりとかして、ちゃんとしたメーカーの、ちゃんとしたメーカーのがついてまして、うん、これも D スポーツさんの、はい、うん、とかね、ついてて、で、これになおかつ、はい、まあ、パーツもありますよと、あ、外したりした純正パーツが、ね、はい、ありますということで、まあ、なんとかなりませんかっていうことで、はい、まあ、見に行って、まあ、外産で出した金額よりも、まあ、ちょっと色つけて、おー、うん、買い取りさせてもらいました。はい、はい、まあ、この間のね、お祝いした、はい、車よりはちょっと高いです。あの緑のね、はい、コペンのあれはちょっと状態が良くなかったんで、そうですね、まあ、あれ比べたらこっちの方がまだ程度はいいです。でこれ結構程度いいですよね、はい、塗装とか外装が、ね、電動オープンもちゃんと開きますし、はい、はい、電動オープン開ける前にちょっと整理しないと、そうそうそう、あ、やばい、これは開けれないわ。これはこれ無理です。これはですね、これシートカバーです。おお、はい、いいやつは、いいやつですよこれ、うん、はい、このフェルトというか、はい、で柔らかい、金額が高くなった理由の一つに、はい、まあ、こういったパーツよく積んだな。これこれ何か、何だと思います、これ、何だろう、カーバインですか、純正のカービン。おお、すごい、リビルトだ、リビルトの、ほぼ新品、そうです、中古じゃなくて、これいいね、うん、まあ、交換しようと思って取っといたものなんですけど、はい、そう、まあ断念してしまったと。カービンもう一個ありますね。これはもともとついてたもの、あ、これ触媒です、はい、触媒、あ、触媒もあったり、はい、触媒があったりとか、これはもともとついてたものですね、はい、だから今現状ちゃんとしてるものですね、はい、はい、スノーソックス、あ、出た、はい、はい、はい、あとHPI の、お、あー、レーシングハーネス、レーシングハーネス、紫、紫、はい、紫ね、はい、とかあったりとか、あとは D スポーツ、これがオマルのパーツですね、はい、交換したものね、純正のハンドル、はい、はい、まあ、こういう小物がいっぱいあって、はい、で、まあ、こういったね、カービン交換するためのガスケットだったりとか、もう全部揃ってて、ありまして、新品だ、もちろん、リビルトのタービン交換する人はみんなこの辺は新品つけますね、はい、なので全部取ってあって、はい、まあ、いつでも交換できますよと、まあ、別に今問題ないんですけど、うん、まあ、うん、将来的にね、なりますって出していただいて、これは純正のサスショックですね、うん、こんな意外と詰めるんだコペン、あ、そうですね、でこれをこうしてもらって、はい、儀式が終わってこれを閉めると開けれるんです。で、これを押すと、はい、ギューって箱が下がって、お、あ、お、下がりましたね、早い、スムーズ、音がやらしいです、何ですか、はい、おー、すごい、ね、はい、そうですね、デフィのメーターがあったりとかして、いいですね、まあ、パーツがいっぱいついてまして、うん、
ね、フルバケもレカロ、レカロのフルバケがついてたりとか、モモのハンドルがついてたりとか、うん、まあしてる車で、うん、まあ比較的パーツがついてて、で特に問題がない車ですね。はい、そうですね、はい、これはいいですね、はい、パッと見純正風だけど、問題はここだけです。どうですか？あーここね。ほらここね、電動で閉まる。これ結構戻らないケースって少ないんですけど、はい、なんかちょっと具合悪くなっちゃったみたいで、具合悪いですね、はい、ちょっと戻ってない感じで、うん、はい、でどうにかしようかと思ったのか。これは違うんです。それは違う。コペンとか軽自動車は、はい、シートがレカロシートは軽自動車用のレカロシートを購入しなくちゃいけないんですよ、うん、あこれは普通車用のレカロシートなので、大きいやつだから、大きいやつなんで肩が出ちゃうんで、こう閉まんなくなっちゃうんです。その分削ぎ落としたんですね。ここ取っちゃったんですよ。これマイナス査定です。わあ、これはちょっとね。痛いです、はい。変えないといけなくなっちゃうから。これね、シートをこれね外してこれつけるじゃないですか。はい。ここだけ破れてるとおかしいでしょ。そうですね。ね。なので裏の敷地に行ってコペンから内張りのシートを剥がしてつけなくちゃいけないんです。この子につけるんだ。はい。つけなくちゃいけなくなっちゃうので、はい。はい、でもやっぱコペンってなるとこの電動の開閉ができるのはすごいなんかミソになってくるんですか、うんうん、これできない車多くて、うん、あのコペンをまず購入されるときは、はい、この開閉を何回も何回もしてください。1回だけじゃなくて、1回だけじゃなくて、うん、はい、でさっきぐらいのスピードだったら問題ないですけど、すごい遅かったりとか、あるあるある、何回もボタンを押さないといけないとか、うん、あとはそうボタンを何回か押すと動くとかっていうものはやめた方がいいです。あ、はい、ダメなんだ、はい、これが悪いと、はい、あの雨漏りもしちゃうし、あ むしろそうですね、ここから漏れちゃうんですよ。ここから漏れちゃってフィットが良くなかったりすると、ペトペト漏れちゃったりとかするんで、これもちょっとコーキングしてたり、はい、なのでこれは、まあ、一番最初にチェックするものですね。うん、はい、みーくんがこれもし動かない場合は金額すごいマイナスです。すごいマイナスなんだ、はい、そうですね、これ交換するのにものすごい手間がかかるんですよ。お金が、お金ね、工賃がすごい高いんですよ、はい、パーツは安いんですけど工賃が高い。パーツ自体はそんなに、パーツは安いです。工賃が高いんで、そこみんな買う時も売る時も、はい、見ないといけないポイントですね。そうですね、はい、意外といいでしょ。そうですね、うん、この他に、はい、なんか違うものも手に入れて、うん、はい、手に入れて、そうですね、クラウンっていう車、クラウンも手に入れました。え、このお客さんから？そうです。あ、そうなんですか？そうです、はい、それはまだ引き上げてない。これはあの駐車場の関係で、まあ、そろそろ出さないと、手放さないといけない、うん、あの新しい車が入ってこないんですけど、なんだよ、その新しい車はあのクラウンと交換。あ、クラウンと交換。クラウンが入っ、まあ、まあ別にいいんですけど、入ってきちゃってから出すからになるので。じゃあクラウンに関してはもうすでに査定は済んでて、はい、あとは引き上げる。そうですね、うん、まあ、ディーラーさんで査定したんですけど、うん、まあ、5万円って言われたらしくて。クラウンで5万円、まあそうなんですね。渋いですね。古いからね、しょうがないですけど、ちょっと片落ちの、はい、はい、うん、そうですね。でうちで12万出しますよって言ったら、ああどうぞって感じで、あ、はい、もう即答で値段言っちゃったけど、はい、いやそんくらいですよ。やっぱ最近多いですよね、この新車の納車の絡みで、うん、ちょっとこれも手放したいんですけど、そうですね、見てもらえますかって。そうですね、ミー君の場合はそのお客さんのところに行くと1台だけじゃなくて2台も3台も4台も5台もついでについでにみたいな、なんか家族の車から友達の車、親戚の車まで査定されるケースが多々あるので。そうですよね、はい、記録に残すのが大変。なんか1台だけ見に行ったのに、なんか車がいっぱいあってついでにこっちも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 いいですかって話になるんで、うん、査定大会が開かれちゃ う, っていう。そうですね、なかなか次 の, あの案件に行けなかったりとかするんで、うん、はい、そういう場合はね、事前に連絡いただければ。そうですね、あ、そうですね、要はあの家族の車も、うん、1台査定してほしいですとか、うん、友達がせっかくだからついでに、うん、見てほしい、まあ、別に売るわけじゃないんだけど、うん、まあ、今いくらぐらいするのか、うん、あの確認してほしいっていうケースがあって、はい、あ、それは
やりますので、はい、大丈夫です。そうですね。ついでに、はい、ちゃんとその分の、 あの時間も抑えれることできるので、そうですね。あの予定を例えばね1台増えたら、まあ、1時間プラスするぐらいで、うん、はい、予定を追加料金なしで、追加料金なしですもう無料ですもんね。はい、そうです、無料なので、うんうん、はい、だから仮に3台あったとしたら、まあ、3時間とか、うん、まあ、4時間とか取ってます。すごい。そうですね、お昼食べたいんですって言った場合はプラス2時間取ってますお昼はプラス2なんだ。そうです、結構尺ありますね。そうです、お昼のほら30分とかだとちょっと急ぎになっちゃうし、そうですね、お客さん家で食事するわけじゃなくてどっかご飯食べに行ったりとか、あ、そっか、その移動の時間だったりとかね、やっぱさすがミーク、お昼に行くと注文してからね、人気店だとほらちょっと混んでたりね、並んでたりしなくちゃいけないんで、うん、やっぱ2時間くらいはちょっと見てます、はい、そうですね、はい、そこもちゃんと調整して調整するんで、うん、一緒にご飯食べたいっていう場合は言っていただければ2時間が保証される。そう、4時間とかになります。はいいや、お昼も夕飯もっていうのは、あ、そうですね、できる、できます、できるんだ、できます。朝から半日じゃないですか。いや、朝から行って夕方までいた時ケースもありますもうそう、訪問しに行ってんじゃないですか。撮影じゃなくて1日いました。1日そのうちにしましたどういう査定だよ。だいたいね、1日いるね、お家って、ね、まず、まあ、車何台か撮影しなくちゃいけないんですよ。あ、基本なんですけど、それは決定。なかなか車を見せてもらえないただ行くとですね、とりあえずお疲れでしょうからって言って、うん、ちょっとお茶でもって始まるんで、はい、まずお茶から始まるんで冷たいものでもどうですかぐらいのところから始まるんで、特に夏だとね、そこで 30分1時間必ず食っちゃう。長いな、お茶食っちゃうんですよ、ここで。お茶長いな。そう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 。じゃあその後ね、いろんな思い出とか話してもらったりとかして、あ、お車のね、愛車の、そう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 、はい、で書類が先だったりするんですよ。あ、もういいですよって持ってってください、書類ここにあるんでこれ見てくださいとかつってて家の中でこう見て、じゃあそろそろ車見ていいですかと、あ、どうぞっていう形で、まあ、車見ていく、はい、ミー君が言わないと出てこないみたいな。そうです。で見終わって、はい、だいたい車1台ね、いくらですねって話になった、うん、ああ、じゃあそれでいいですよって話になったら、うん、もうお昼用意されてるんで、はい、ちょっとお昼食べててくださいとかつってて、もうお客さんのお昼食べながらね、次あの車とあの車あるんですよぐらいの勢いで、はい、そう始まるわけです。まだ見終わってないんだ、お昼。まだ見終わってないです。まだお昼じゃ見終わってないです。で、午後からね、はい、ゆっくりめの、ね、食事をするんですけど、うん、はい。喋、はい、りながらね。そうですね。はい、団らんしながらね、うん、はい。せっかく来たんで、はい。まあ、話するのがね、仕事ですから。そうですね。はい、査定じゃないです。話に行くのがミクの仕事です。そうです。で、まあ、とりあえずね、お昼食べ終わって、ね、うんうん、次の車を査定するじゃないですか。はい。みーくん、3時の休憩しようよ。もう飲み物用意したから。会社的には。甘いの好きだったよね。ケーキも用意したから、まんじゅうと、とってなって。もう。ああ、じゃあ、お言葉に甘えて、じゃあちょっと休憩でいこう。手厚いな。また30分1時がそこで食っちゃうというね。はい、ね、うん。来る前に家族会議してるんですかね。はい、もうこういう流れでみーくん、はい、今日ずっといさせるよとか、はい。その後また次に3台目とかこう査定して、やっと夕方になるんで、ご飯食べてから行くとかって言われちゃう。お腹いっぱいでしょとかって思っちゃうけど。夕飯まで。食べたいですよね。一日。お昼から、ね、3時のおやつから夕飯まで一日いるパターンで。もうそこで泊まっちゃった方が早いんじゃないですか。えその日は。そういうケースもありました。ありました。布団用意したんで。ね、部屋確保しといたこと、今日泊まるところって決まってるのとかって言ってて、うん、いやこれから決めようかと思ってるんですけど、うん、泊まってていいよって布団用意してたからって、よもう事前に、そう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 、すごい。でよくアシスタントで行くじゃないですか、はい、だからみーくんはすっかさずそんなね、用意しなくていいですよ、布団は一つでいいですからって言って2枚もいらないと。いらないです、はい、1部屋で十分ですからお決まりの返し。そうです、返しして、そうそう、隣のね、アシスタントがこういう感じで、もう帰りますよ、帰りましょう、引き上げますよ、帰りますよってなって お開きになるというパターンで帰るということで、ナイス、愛理ちゃんはい、そうです、はい、
そういう感じで査定させてもらってます、うん、はい、あと、まあ、このお客さんもそうだったんですけど、はい、なんかみーくんに自分の車を評価してもらいたいから査定をお願いするっていうお客さんもすごい多いですよね、うんうん、そうですね、多いですね、そう、はい、やっぱみーくんはあの正直に、うん、あの評価してくれるから、うん、そうですね、正直な人の意見が聞きたいって言ってそうですね、あの本当に悪い車だとダメだよこれちゃんと掃除してなくて汚くてなんかシートとか汚れてるしダメダメとかって言いながらで言ってるんだそうそうそう、まあ、S か M か見極めながらそうだねさすがのみーくんですね、そうですね、ファンサーはバッチリ、はい、そうですね、はい、まあ、普通の査定する人は言えない言わないかもしれないですけど、はい、みーくんはねストレートに言っちゃうんで、そうですね、はいはい、そこがいいところですから、はい、そうですね、はい、まあ、このお客さんは、まあ、外産よりも、うん、あの現車確認したらアップして、うん、あの買い取りできたっていう案件ですので、うん、まあ、このお客さんみたいにちょっとみーくんにね、うん、車見て評価してもらって、まあ、満足できたら買い取りお願いしたいっていう方全然大歓迎ですので、うん、ぜひ概要欄にあるみーくん査定の方から LINE の方お待ちしております、うん、はい、うん、でこちらについてるコペンのパーツは、うん、あのヤフオクの方に出ると思いますので、うん、はい、ぜひ目星パーツ出ると思うので、そうですね、こういう高めのね、あの、うん、なかなか手に入らないね、そうですね、はい、ラジエーターとかね、はい、はい、出ると思いますので、はい、コペン乗りの方ぜひチェックの方お願いします。はい、ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。